ラミー桜の皆さんです。私たちは知識を中心に活動しているチームです。今年のテーマはサルカニ合戦。昔話サルカニ合戦の世界をラミー桜流に楽しく笑顔に表現します。よろしくお願いします。さあ、それではラミー桜の皆さん、よろしくお願いします。皆さん、こんにちは。波桜です。今回僕たちはサルカニ合戦をテーマに踊っていきます。波桜流のサルカニ合戦、どうぞご覧ください。よろしくお願いします。よろしくお願いします。その昔、欲張りな猿に騙されたカニは、おむすびを手放し、柿の種を手に入れた。Thank you.
さんでした。